以前相手の捨てハイを見て場を見て何が安全何が危険これが分かるようになる参考になるような動画ありませんかみたいなコメントもらって多分こういうことを言わんとしてるんだろうということは分かっていたんですが結構手間がすごいのでやってみました。 や,やんなかっったんですがちょっと一回取ってみてみますとある MJ の対局の1場面を実際全部ハイをこう並べて実際のハイでやっているといった場面で、まあ、トーン1局左親で、まあ、点数もほぼ動いてないとまあ全局んだろうなんか強択で2,000点失ってますけど。 こんな状況でトイメンからリーチが来ているで私はチーソー積もってきてトイメンの数ンを見て、まあ、ピンフ系の捨てハイなんで両面待ちだろうと見てまあジャントーの E を外すとこういう打ち方をしました。 ドラはローワンなんで、私もできれば攻めたいと、まあ攻める気はあったみたいです。で次に左からローソーでリーチ、まあこんな状況のところを、まあ当然断定はできないんですが、いろいろ無理やり断定しに行くみたいな、あのリーチ読みシリーズ。 捨て読みシリーズまあそこのジャンルと一緒でリーチ検証シリーズ強引に読,み読むシリーズみたいなまあそんなことをちょっとテストがてらにとっていますで今こう考えると、まあ、MJ の売ってる最中は当然 そんな画面ストップしてあれこれなんてできないんで今この場面を見ると私が勝手に今直感で読むとまずピンフ系ですとピンフ系なのでどっかのリアメ面変則手染めてとかちゃんたとか酷使とかはないなとこちらもピンフ系の捨て灰なのでどこかのリアメ面 染めて酷変則ではないないとという前提でちょっと読んでみています。でパッと見この捨て灰は私はこれ相図の下、まあ、リアンウッソーだろうと念のためリアンウッソーのもう一個の数字パーソ、まあリアンウッソーかっパーソみたいなそんな読みをしていました。まあ、今見ると どこかの両面と読む以上はこうこれよく見られるんですけどマンズの上と下切れているとき12389町はマンズだったらスッチーワン以外ないと両面である以上スッチーワン以外ないまたピンズの17切れているこういう下と上が切れている場合は間注意しますリャンウーピン サブローピンマンズならスッチーワンピンズならリャンウーピンサブローピン、まあ、当然6級ピンとかも大いにありえますが一応パーピンが3枚切れてるんでまあ6級ピンはないと見てまあピンズだったらリャンウーピンサブローピン まあ、は分かんないですよ、ね、ただリーチで相図がずっと出てこなかったのにリーチで相図が出てくるこういうパターンはそば天とか裏筋なんか多い気がするのでずっと相図が出てこなくてかといって相図の染め手でもないと。で最後にリーチで相図が出てくるこういう時は相図待ちみたいなパターンがまあ 多い気もするので、まあ、相図の。リャンウスソ、かっこパーソかなと。そんな読みをしてました。あ、して、まあ、今しました。当時はわからないです。ただ、当時、一言目でリャンウス、ソ、相図の下って単語が出てたんで、まあ。同じ人がやっている以上は。時間経っても。そんなに考えは、変わらないのかなと。 上は、まあ、ピンふけでどっかのリアンメンと呼んでいたので、まあ、皆さんこの町から「何町を断定する」というのは難しいんですけど危険な部分だけ残して安全牌探していく。 安全牌を探して安全牌増えていけば危険な牌が減っていくわけなので町を当てるではなくて安全牌を当てる増やすこういう考えがリーチには有効だと思います。まあ例えばパーピン3枚切れてるんで9ピンは大丈夫でしょうとみたいにまあ自分でなんとか理屈をつけて。 例えば自分で今手元に3ピン3枚見えてるので「いいピン・りゃピンは通るだろう」とかただ今見ると「3ピンが3枚ない」「いいピンも3枚ない」「りゃピンなんか絶対使えないのに場に1枚も出,枚も出ていない」「どこかでりゃピンが統一あんこになっている」 またはチートイツがいてリアンピン使われているなんていう可能性もありますがまあ理由一応 E ピンリアンピンは通るんじゃないかなと。まあリアンピンで論されてもああシャンポンか短期かみたいな。で結果まあ3増左から出てきて向かいの人が。 まあ、チートイツチートイで三三待ちで私は最初イーペー行こうかなと思って見てあれあチートイかとなったんですがまあこの手からまあピン付けで「両面」と読んだ以上は三蔵とは読めないんですがさっき言った三ピンないイーピンもない。 リンピンは絶対使えないとにもかかわらずあのワンチャンスの唯一の注意点の延長線上で1も3もないのに2が出てないとこれは不自然なのでまあ統一暗コまあ実際これは偶然向かいが統一ってたと。まあ、これで。 安全牌探していくと、まず相図の2リアンウス相は通るかなと。あとリーチの老層も通ったんで、まあ、サブロー級層も通るのかなと。まあ、実際3蔵は通んなかったんですけど、サブロー級層は通るかな。あとマンズの E 数 G1 は通るかな。あとピンフ系なんで、まあ、自敗は通るでしょうと。くらいしか。 ちょっとこの「だと読めないんですがこのリーチ検証」シリーズというのはちょっと手間がすごいんですけどこ相手の捨てハイ見て安全危険を判断するみたいなことは多分こういうことを言うんじゃないかなと言わんとしてるんじゃないかなと思って一回テストが寺にやってます。 皆さんだったらまた私と違った読みまたはもうちょっと安全牌を絞る読みができているかもしれませんがこの場だけ読むとまあリアウッソーパーソー注意なのでリアウッソーは切らないですねスッチーワン リアンウーピンサブローピンここも切らないですねスッチーワン安全ですけど切らないですねまあ結果あの向かいの人が上がった時に3ピンと小層ーーがこう枠で囲まれたのでまあ左右どちらかわかりませんがまあ3ピンとチー層ー当たりだったと。 多分こっちが3品じゃなくてこっちは小そうだと勝手に思っています。まあこの相図が全然出てなくてリーチハイで相図イコール町も相図みたいなまあ根拠も難しいんですがその理屈でこっちが小そうまあすっちソとかこっちが3品だと直感で思いましたが 今,にな今となってはまあ知るすべがないんですがそんな気はします場で読める情報さっき言った自分の手配で3枚持ってる E ピン2ピンはまあ2面待ちで当たることはないだろうとまた場で見るとパーピン3枚切れ、まあ、9ピンは 通るでしょうとこの9ピンが出てないとパーピンが3枚切れにもかかわらず9ピン出てないなっていう発想になるんですね。パーピン3枚切れてチーピピンン枚枚切切れれててチもるなのに9ピンが1枚も出てないってことは統一あんこがいるか,、ま、かもしれないとこういう発想になるんですがまあ1枚でも切れてるとその発想はなくなります。 あと決定的に読めるもの難しいですねドラローワンなのでうんまあ両面待ちと読む私はピンフ系の捨てハイの場合はまず両面待ちと読むという順番なので短期ペンちゃんカンちゃんをズバリ。 当ててるっいいうのは不可能だと思いますね。このリーチは「両面」じゃないとこのリーチは「カンチャン待ち」だっていう読みは絶対できないと思っています。あのピンフ系じゃなければ「あちゃんた」なので「かんンゾ像」あるぞとかあるんですがピンフ系の場合はまず「両面」と読まないと次の読みができないんで安排探しも苦労するので。 あとは、まあ、小ー2枚切れているから、まあ、2枚、二枚切れの、まあ、2チャンス。これはあんまり当てにならないですね。2枚持ってるから、パーソー9層安全っていう発想にはならないですね。もう、他が全部、危険範囲だらけだったら無理やり、小ー2枚使ってるので、パーソー9層を取るかもという発想にはなりますが、 無理無理読むとやっぱスッチーワン、リャンウーピン、サブローピン想像はわからないんですが一応リャンウッソーカッパーソー上はサブロスリャンゾーの裏筋のサブロッソーとこういう発想は 結構自然になるので三造は安全とは全く思わないので持ってきても出ませんけどでこれこの手配見た時に多分なんか動画を見たらイーペイクを狙ってメンツでいったんだけど結局チートイで張っちゃったんじゃないかみたいな発言をしていて今はこうやってのんびり見てると。 まあここ多分リアンズを3枚持っていたわけでリアンズを3枚持ってて、まあ、何かこういうふうに何かが足りないこんな感じの形になってたと思うんでメンツでも見てたんじゃないかなとそしたらなんかチートイで貼っちゃったっていうよくあるあるパターンですけど、まあ、リーチかけたっていうのがすごいですね 特に増あまあ目の前で直前でローソーリーチが出たので、まあ、3増9層出るかなとそういう発想だからあの闇じゃなくてリーチかけたのかもしれないですね。確かにサブロックス層は出るなと。 そういう引っ掛けの糸があるんだったらリーチした方が三蔵で出ますからそういう糸でこの三蔵待ちなのかもしれませんあとはまあトーン一だしせっかくテンパったんでリーチと特に深い意味はないかもしれませんこう場の状況を見て何か こうだからこの私が危険って言った筋はないよと私は知らないけど僕は知ってるよこういう理論をとその理論を使うとスッチーワンはないよリアンウーピンサブローピンはないよリアンウーパッソーはないよみたいな何か理屈があればコメントとかで教えてもらえるとみんなも皆さんも参考に見てくれる人が参考になると思います。まあ 読める情報はやっぱりワンチャンス E ピン、パーピン、3ピンあとこれはあのよく使うんですけど、まあ、ワンチャンスないしノーチャンスピン図の1、3、8が全部ワンチャンスってことはスッチーピン以外ピン図は当たらないんじゃないかなっていう安易な読みが成り立ちますピン図の1と3と 8がもうほとんどないので偶然1と3と8を持っていて6九ピン待ちとかそういうことを考えるとまあ危険何考えても危険になっちゃうのでピン図の1と3と8がもう3枚切れほ,ほとんどないという時はピン図で横のピン付けの。 シュンツはできないとで私からすると勝手にあの見えてるので3ピン3枚 E ピン3枚パーピン3枚まあ待ちになるんだピンズで当たるんだったらスッチーピンのみとただ現物にチーピン切れてるんで E ピンチーピン切れてる以上はまあスッチーピンもないだろうとピンズ全投資なんじゃないかなっていう読みを今のんびり考えてると そんな思いもしますねピン図の138がないスッチーピンは E 数値は結構切ってるんで、まあ、向かいはスッチーピンあるかもしれないあとはなんか徹底的に読めるものがないので。 何かこう特にリーチのことを言ってると思いますがこう捨て範を見て危険と安全を判別する読み少なくとも安全範を増やせる読みの少しでも勉強になる動画こういうのを作ってみたいなと、まあ、コメントをもらって。 多分ここうういいうとを言ってるんじゃないかなとまあ以前から分かってましたけど MJ の画面見ながら一個一個灰をこう全ての灰を再現していくっていうのは結構すごい手間なのでまあなんかもしかしたらいろいろやってみるかもしれません。まあ実際は左から3像が出て向かいが リーーチ、チートイツ左でロンの後にチーソーと3ピンが枠で囲まれたのでまあチーソーはこっちかなと3ピンこっちかなと残り1枚のあ3ピンってことはあ3ピンだけ3ピンしか囲まれなかったんで 換算ピンなのかサブローピンなのかは判別つかないですねとりあえず3ピンこっちチーさをこっちなんじゃないかなという気が今説明していてしましたなんかこういろんなリーチ場面をストップさせて MJ みたいに画面次 ささっさと進むんじゃなくてストップさせて無理無理言いがかりでもいいので町を断定に近づける安全牌を無理無理増やしていくこういう作業をやってると実践でも出るんじゃないかなと思いましたちょっとまとまりのない動画で この動画を見て町が断定できるようになるみたいなすごい動画ではありませんがリーチの場面をあれこれ難癖まあ理屈根拠何でもいいんですがここはないここはあるこうやって絞っていくのは すぐには実践できるか分かりませんが読みはリー,チリーチに対しての読みは安全安全範囲を増やすって意味では絶対理解が深まるかなと思いました今回は MJ のとあるワンシーンをこう実際の範囲でやってまあ リーチ読み捨てハイ読みシリーズと一緒にリーチ検証シリーズみたいなそんなことをやってみました。どううもありがとうございました。